はい、一軸の盆栽です。そろそろ朝だね。ね、これはまたすごいでしょ。ここ伸びましたね。びっくりだね。こんな伸びていて、今度こういう風になってきて、こっちこう行きますからね。はい、アボカドです。で、何やるかというと、朝ごはんなんだよね。朝ごはんけど、なんか作るものがだんだんないよね。これをまずやっつけちゃいましょう。鶏をね、見ましょう。あと、あと何しようか。酢豚みたいなのをするか。酢豚なのね。ちょっとそれすごいよね。味噌汁は具がないね。豚の角のやつはあるんだよね。これマリちゃんのご飯だね。鶏は煮てやってマリちゃんのご飯でしょ。魚は1個ある。これセロリはさ、あんま食わんからね。ほうれん草があるね。ほうれん草味噌汁に放り込めばいいね。ほうれん草味噌汁放り込むから、キャベツで味噌汁だね。やっぱキャベツの味噌汁だね。なんかやることないときはキャベツの味噌汁、やることないときはキャベツの味噌汁。あ、このキャベツ欲しいんだな。マリちゃんの味噌汁。ナスだね。ナスだから、やっぱ酢豚にしようか。酢豚だろうな。あ、けど牛肉あるね。牛肉ある。あ、この牛肉使わなきゃダメだね。350円。これで牛丼だな。うん、そうしよう。牛丼美味しいよね。好きだね。牛丼嫌いな人って世の中にいないらしいよ。それちょっと偏見でしょう。ねえ、偏見。偏見。まずは鶏をね。鶏を見ましょう。前のご飯っつって鶏肉だけど、結構俺も食ってるよね。あれ、鶏肉余ってなかったっけ。そうするとそれが残るとね、またなんかよろしくないことがございますけど、これはあれでしょ。これもあれも晩ご飯。こっちを鶏のつけたいと。次から醤油の残り、また使おうと思って。もったいねえからな。もったいないから舐めちゃった。うん、牛肉、牛丼。はい、牛丼出来上がります。で、まるちゃんのご飯に何入れるかって、まずこの辺が入るんだよね。この辺。これが入ります、まるちゃんのご飯ね。それと、卵入れちゃおうか、みんなね。これはちょっと残ってるね。これも入れちゃおう。もうじいちゃんに食わせようか。食わせるっていうよりもちょっとあまりいい表現じゃないよね。食べていただきますか。召し上がっていただきますか。召し上がっていただきますか。ご飯も十分入ります。たまにご飯、あの夜起きたらなかったりするからね。これは卵焼きもうまい。鶏のこのナイフのキャベツ、鶏のこの胸肉はね、はい、胸肉は指で裂いて取り込んじゃうとちょうどいいですね。それみんな食っちゃえばいいですから。よいしょ、指で裂いてこうやってね。こっちの方がなんか俺好きみたい。あの、まな板はこんなに済むし。やっぱ、こうやってね。これ、このスープはね、煮たスープそのまんまもうみんな使っちゃいますから。まりちゃんのご飯に。ここら辺の筋肉がすごく、あの、強いよね。ここは指よく入れといてやんないと。
このまま逃げますけどね。この辺は少し毛しっかりと立てたんだけどね。ささみってこの辺を言うのかな。なんかよく競りにかけられるんだってね。ささみです。はい。失礼しました。これはね、鶏はこうやってね、煮ちゃいましょうね。で煮汁で、まゆちゃんご飯をやっつけますから、今日はパターンとしては、こっち先ですね。味噌汁先パターンだね。味噌汁先パターン。ピタピタピタタピタタタピタトン。あ、生姜ありましたよ。昨日さんざん探してたのに。いや、そんなにさんざんとんじゃないよね。さんざんごご。本当は味噌汁でいいよね。ここら辺もまだ味噌汁でいいよね。これも味噌汁でいいか。こっから先はもう毎日のご飯にしちゃいましょう。ここもこの辺は味噌汁でいいよね。この辺は味噌汁でいいよね。このキャベツのこのね、キャベツの形が水からよく見えていくと、この中に入ってるね、様々なマイクロバイオームたちが、私たちは自由だっつって出てくるわけですな。そうなん。要するにキャベツの中の生命のコロニー、まあこれも生命のコロニーですからね。さまざまな細胞の生命がここで生きてますから、その細胞生命を私たちは取り込んでいくわけですよね、体内にね。で体内に取り込んだら、その細胞生命を自分の細胞生命が、細胞生命パヤパーがこう取り込んでいくんですよね。取り込んで形を変えて私の中になる。やっぱね、でこれ昨日の白菜の残ってやつですね。このマイちゃんご飯もったいないから食べちゃえ。これね、こっちこれも芯だから、イチジクの木の根に、イチジクの木の根こう。にあげちゃいましょう。イチジクの木の根こう。パヤッパープヤッパープヤッピアン。卵焼きもね、もうこうなんか毎日に食べてもらいましょう。しかしなんで前にご飯を毎日作って言いながら前にも作ってあげるって気がつかなかったんだろうね。同じ生き物だよね。親子だったの。親子じゃねえ。親子じゃねえだろう、犬とは。お前、いや、まあ似たようなもんだよね。このぐらい入れてやってね、まゆちゃんのご飯にしてあげましょう。あ、やっぱ多いな、ちょっとな、やっぱな。少し、もうちょっとうちの味噌汁の方に入れて。うちの味噌汁っていう表現変だな。よいしょ、よいしょ。はい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 、これで一文字上です。一文字上、あ、いや、どうしよう、キャベツこれこれも入れるんだった。もしかしてやばい方だから、こっちでいきましょう。味噌汁にしましょう。はいね、味噌汁これが、あ、出汁ですから、出汁が入りますね。
はい、ああ。それでここで味噌汁、味噌汁じゃない、こっちの汁の方で切ってます。汁じゃない、これね。鶏ね。鶏は、一回こうやってひっくり返してみましょう。なんかはい、じゃあひっくり返してまたコトコトと煮ていきましょうかね。この煮汁があの前のご飯の煮汁になりますからね。そしたらこっちだな、よいしょ。今日はね、キャベツとほうれん草ですね。ほうれん草、今の時期のほうれん草ってのは美味しいよね。半分にしようか、今日全部ね。ちょっときのこが入ってないんで、きのこを忘れてきちゃったんだね、缶をね。なんか入らないと寂しいよね、あのキャベツだけじゃなくてね。ちょっとナスも入れちゃおうか、たまに。ナスも味噌汁ね、よく入れます。ちょっとでかかったんですけどね、ナスも入れますけどね。細く切れば、何点だろう、それだけ加熱の時間短くいいですよね。ナスは組織がね、しっかりしてて空気が入ってるから、長く茹でてやると美味しいよね。あ、そうだ、あれでしょう、内豆も入れましょう。だんだん豪華さ、豪華千番。内豆入りました。豪華千番、波乱万丈人生。はっは。まあまあ、よく死なないで生きてるよな。しかしあれだよね、金さえありゃどんなことやったっていいっていう風潮は気に入らんね。悪いことしても何でもいいってんだからさ。本当だったら風とともに去った方はのもらった金ってのは、その会社の社員全員のものなんだからね。いくら倒産させませんでしたっつってもさ、そんな無制限にどれだけの人間を泣かしたかさ、首切ったわけでしょ、ものすごいたくさんの数のさ。それで V 字回復者じゃないしたから、いくら金取ってもいいですねっつってさ、俺は納得いかんよ。まあ、世が世ならあれだよね、桜田門外だよね。なんで社会的公平性っていうのは守られなきゃいけないかっていうと、それが守られないとテロが起こるからなんだよね。常に人間っていうのは公平に扱われるないと嫌なんだよね。当たり前だけどさ、誰だってそうでしょ。自分がこんなにクソ忙しく働いても何もいいことねえのにさ、片っぽでもう授業中とリラッチしたりこっちしたりするような人間がいたとしたらさ、そんなの勘弁できないもん。俺命かけてでもそのこの不公平に対しては怒りを伝えたいと思うもんね。それがテロなんだよね。その怒りを伝える方法ってのは、本人っていうのはさ、象徴でしかなくて社会全体に対する怒りだから、それってさ、まさにこっちの声も象徴的にならざるを得ないからさ、どっかの幼稚園包丁持って入ってったりさ、小学校か入ってって死刑になったり、もうなんかいろいろとそういう全く関係ない弱い人間をまた殺すわけでしょ、テロってのはさ。もう二重に三重に不幸だよね。本当の原因ってのは、こういう社会をこういうふうにしてしまった私たち自身の中にあるんでさ。でも考えてみれば、人間の世界ってのはいつもそうだったのかもしれないよね。労働三法なんてのをさ、一生懸命勉強すればわかるけどさ、勉強っていうかちょっと調べりゃわかるけどさ、あれみんな犯罪行為だからね。他人の家を、まあ工場とかなんかってのは他人の家なわけだから、その他人の家を、
人が入れないように封鎖してみたりさ、封鎖したり、それ壊したりさ、なんかするような、だからバイト出ようってよくわかるよね、理由はね。はい、これごめんなさい、あります。これこう入ってね、まあちょっとガラガラっと煮ればもう OK ですんで、これがなかなか美味しいですよね。これね、ほうれん草が入ったお味噌汁。結局は煮るとダメよ、もう煮るとダメっていうか、まあ少しは熱かけますけど、これで終わりね。はい、終わり。はい、出来上がり、出来上がりって。それで今度こっちね、まゆちゃんのご飯パヤッパで、まずこう鶏のね、鶏の煮汁をね、そのままこうやって、うまそうじゃろ。これで鶏の煮汁でガラガラガラなら、まだこれ肉入ってませんからね。はい、じゃあこれでちょっとあんまり沸騰すると美味しくないんでね、その間に鶏肉を出してやって、ちょっとまだ残ってますけどね。パリアパリアパリア、この辺をやっちゃおうかな今日はな。こっち側をこう縦に裂いてさ、サラダみたいに食ったりもすることが多いんでね、このぐらいね。で、皮もね、あげちゃおうか。これの皮ね、あんま美味しくないっていう、あんま美味しくないっていうか、まあ食うことは食うんだけどね、この皮もね。あっし、お湯掴んでるようなもんだからね。あとはこれ牛丼ちょっと入れてやろうよ。パヤパー、牛肉入りだよ、ペットまっしぐら。まゆりちゃんまっしぐら。あれだよね、そこら辺の人間食ってるものより絶対うまいよね。よく出汁出ますから、出汁ってのは結局はまあそういうタンパク質とかね、脂質をこう有利させたものですからね。はい、そう、この辺の人間食ってるものより名誉まいちゃんのご飯の方が。これを一日で半分にして食べますよね。ちょっとしょっぱみがあった方が美味しいですけどね。卵焼きとかなんか入っただけか、どうしようかな、しょっぱみあるかな。ああ、十分うまい、旨味はある、最高だ。はい、ブロッコリーも入れてあげよう。ほうれん草ちょっと言ってるの忘れてたね、ほうれん草ね。はい、何うまそうじゃろ。はい、じゃあちょっと味見させてください。うん、100点100点が出ました。じゃあこれをね、ちょっとこっち側をこのまま続けますか。玉ねぎをね、今日は玉ねぎを食べる料理ですね。これはちょっとこっちで、この水がちょっと残ってるから、どうしよう、これはまたスープで使いますからね。スープで使いますから、じゃあこれ取り、また戻しておきましょう。パイパーで、玉ねぎですね。
ないよ。2個ぐらい食っちゃいますか。だからこういう料理を作るプロセスにこそ問題があるんだよっていうことはさ、栄養学者一切言ってないよね。そこが面白いところだよね。商品化された食事って言葉はさ、すごくよく僕使ってるんだけど、それなんかもっといいこともないかね。売られてる食べ物、売られてる食べ物って、これも売られてる食べ物だもんね。つまり薄利多売で売らなきゃいけないから、コストをかけられなくて、コストをかけないためにはいろんなものがあって、それを忘れは、それを食べなきゃいけないというようなね。だから必ずその、なんていうの、自分の体に合った食べ物じゃなくて、食べ物、売ってる食べ物に自分の体を合わせなきゃいけなくなっちゃってるから、そこが問題ですよね。食べ物に体を合わせるために薬飲んでるわけでしょ。偏差値っていうフェイクな値でね。偏差値がいくら正常でも、薬飲んでいくら正常にしたところで原因はそのままなんだからさ。そう考えればあなたバカじゃないのっていう一言だよね。バカちゃうの、バカちゃうの、お前ら本当にバカちゃうの、お前ら本当にって、俺はお前そんなこと言う、お前バカじゃないのって言われたらどうしよう。でこれはもうこの玉ねぎを煮るための料理ですからね。ただ玉ねぎ煮てもうまくないんで、牛肉入れてやるという本末転倒。やっぱでも美味しいよ。薄い油、薄い牛肉じゃないとダメなんだよね。厚い牛肉はちょっとね、やっぱり美味しくない、美味しくないって言うと、なんかあれだね、語弊があるね、文句が来るね。俺は牛肉ってもんだからよ、俺のことうまくねえんだって。やっぱで、この出汁だけでいいです。味はねよいしょよいしょ。このままガンラガラガラと煮て、牛肉をガンラガラガラと入れて茹でて終わり。鶏の汁に使っちゃうか、その汁ここでしょうか。スープ多くていいです、煮詰めないからね。あ、でもなんか糸こんにゃくも煮たくなってきたよね。いけない、糸こんにゃく煮てねえな。煮よう今、ダメだな、遅いな。でもまあ、糸こんにゃく煮とくことは煮とくだけいいことだからね。アク抜きの入れない糸こんにゃくとかあるけど、アク抜きしなきゃない糸こんにゃくの方がうまいよね。そう考えてもね、世の中そういうもんだよ。伝統的な食事の作り方に従ってるものほどものでなければならないよね。いや、そんなことはねえんだよな。伝統的なければならないっていうんじゃなくて、伝統的な方法で作られている美味しい料理を作るルールってのをバカにしたらあかんでっていうことだよね。なんかわかんないけどさ、
家事とかなんか簡単です、簡単です、こうやれば簡単で、ああやれば簡単ですって言うけど、それ美味しくないろって言いたくなるようなものを平気でこれ簡単ですよ、栄養価も万全ですよって言ってるけど、多分それ食ってもうまいって俺は思えないよなって思うものが多いよね。これはあの肉は沸騰してから入れちゃいますね。それであのなんだっけ、糸こんにゃくも沸騰してどこ入れるからね、もうこれだけ牛肉あれば十分だろう。鶏肉もここ入れちゃおうか。ああ、そうしようかね。美味しいかもしんないね。鶏のささみちょっと一緒に入れちゃおう、こっち。こうやって潰していくとささみがこうなりますからね。このささみも一緒に、味わいが入っていきますんでね。ささみもこれ、組織はもう、煮上げてありますから、アクは出ないからね。これをこう、一緒に入れてあげよう、牛肉、牛丼に。それで糸こんが入って、あと何入るんだ、牛丼。あ、やっぱ、タンパク質、というか、お肉、お魚、タンパク質って表現どうも気に入らないよね。このタンパク質だって、脂質が入ってるわけですよ。細胞膜として入ってるわけだし。その細胞の膜の中には様々な脂肪の膜ですからね、そこには受容体タンパクとかがこう入り込んでるわけだから、それを忘れちゃダメですよね。食べ物自身の持っているそういうなんていうの、生命、それを忘れちゃいかない。なんかなんかあったっけ、牛丼に入れてうまそうなものを見つけてしまえるもの、これがこんにゃくですね、かっこんにゃく、糸こんが入ってないんだよね。チーズ、この奥は、あ、かまぼこあるよ。もう夏も終わりだから、夏じゃねえや、正月も終わりだから、今わざと間違えました、はい、かまぼこも食べちゃおう。こういうのには特にルールはないね。あ、おい、よく洗えばいいよ。ちょっと匂ったりすることもありますけどね、大丈夫ね、はい、よかったよかった。これ悪くなりますからね、かまぼこなんかもね、平気で、平気でっていうかね、よく悪くなるから気をつけようね。なんかこれ当たりって感じだね。牛丼にかまぼこ、堀川にいいか、あれ、みのちゃん企業だろうか。いや、よくわかりましたね、はい。返答はさ、返答は、控えさせていただきます。かまぼこもね、一緒にいちゃうと美味しいよね。お、いい感じだね。パヤパッパッパパヤパッパッパ、もうちょいよく逃げた方がいいね。糸こんにゃくが逃げてるところだからね。うん、玉ねぎの辛さが出てきてる、これ嬉しいね。玉ねぎはゆっくりというか、しっかりと煮えた方が美味しいですね。ちょっと薄めに味を入れて、肉入って煮えた後で今度は味を決めないといけないんで、でもある程度しょっぱみのある汁で煮ないと、その玉ねぎの中に味が入っていかないからね。 OK ですね、糸こんにゃくはね、もう煮えてきましたね。上に煮ちゃって、必ずアク抜きが しなきゃダメなようなこんにゃくの方が美味しいです。なんか放酸かなんとか、放酸かなんとかリウムじゃなくて、なんか、
構そういうものだよね、確か。これを、この辺も固めるのにね、使ってますからね。大事なことですよね。それを取っちゃうんですからね。今このぐらい糸こんにゃくを入れちゃいますか。はい、じゃあまず糸こんにゃく入ります。すき焼きみたいね。玉ねぎすき焼き、パヤッパー。お、ほら俺の飯はまだかが来たぞ。ネギ肉うまそうじゃろ。ご飯に合うんだ。ガラガラガラ。はい、煮えていってください。おお、なんかまゆちゃんがあっち行ったりこっち行ったり。私を外に連れてく。Fly to the moon。 あれ？私を月まで連れてって。私を月まで連れてって。ちょっと砂糖と醤油で。味を強くしますかね。砂糖を入れないとね、味強くならないんだよね。醤油だけ入れるとただしょっぱくなるから、あれはあんま美味しいもんじゃないよね。じゃあちょっと砂糖を入れさせていただきましょうかね。大量に入りました。でこれが甘い感じになりますけれども、その甘さがね、消えるぐらい醤油を入れてみましょう。砂糖の方が甘みの粒子としては大きいから、まあ、十分味として入った後でね、醤油を入れてあげないと。塩は後から入れないと。先に塩が入っちゃうとね、甘みが残りますね。僕も料理の先生が言ってました。飲み屋の親父。そんなもんが料理の先生なんだろうね。これもね、やっぱり玉ねぎから出た味がもう一回玉ねぎに入ってきますからね。塩分濃度濃くすると、その味が具材の中に入っていきますからね。ちょっと料理にしてみましょうかね。ここで味を決めちゃいましょう。うん、うまい。うまいで。もうちょっししょっぱめが強くてもいいけど、ここはギリギリの勝負だな。ちょうどなくなるからいいよ。勝負。勝負なん？まあ、美味しいよね。でね。はい、これで今日は牛肉、牛丼がね、一丁上がりですね。もうちょいくつくつと煮て、終わりにしましょうかね。その間にこっち片付ければいいですね。なんかこういう最後の煮詰めとかなんか、そういうことをやってる時に、お片付けはね、するといいと思いますよね。あんま煮すぎない方がいいですよね。ああいうのがね。大丈夫だね。まあまあ、面白くもね、展開だよな、ああいうのはね。風と共に旅で、ゴーン、ユーズ・ザ・ウィンド。最新の風は、プライベートチェックで使っていくよね。まあこのなんていうの、不公平格差社会、テロが満ち溢れる不公平格差社会の象徴だよね。何やったってさ、知らん顔してさ、
いれば誰も何も捕まえられなくなっちゃうんだもんな。そんな世の中なんか間違っとるよ。よいしょ。ねえ、よいしょ。はい、ということで、はい、ため息ばかりだね、出るのは。でも美味しい料理を作っていただいていこう。まあ、混ぜる場合に罪はないですからね。みんないずれは認知症で死ぬんだしよ。へへへ。へへへ、なんてさ。なんか行動治療とか行動治療して、いくら長生きかって、不死の生命は手に入らないからね。不死の生命っていう概念自身が間違ってますよね。私たちっていうのは、小さい細菌生命、細菌とか、細胞生命のさ、コロニーでしかないんだから。そうやって達観してさ、じゃあもうこれでいいんだなって言うとさ、それは間違いだよね。この世の中の苦しみとかなんかがさ、それでなくなりますかって言ったらさ、そんなことになるわけだろ。これドストエフスキーの、神の不在証明ですよね。マサヤンのマイクロバイオームの存在証明ってどっちだろう。本当になんかあれだよね。義分に駆られて人いっぱいいるよね、多分ね、あれね。また戦争起こしてね、いっぱいいっぱいブーキ振って喜ぼうと思ってるんだろ、あいつら。それもまた辛いよね。死ぬのは誰だって思ってるんだよな。まあいいよ。今日は美味しい料理を食べて、まずは一日過ごさねばな。はい、これは OK ですね。これはまゆちゃんのご飯茶碗ですね。まゆちゃんのご飯茶碗がやっぱりまだ熱くて食えないんで、はい、そうやってね、娘は会社行くときに食べさせてくれます。おう、はい、あとは醤油とかを入れるんだな。はい、今日は魚はね、作らなかったんですけど、ねえからさ。はい、じゃあ美味しい牛丼と味噌汁で今日一日過ごしましょう。じゃあね。